ロビンの真意を知り奪還を決めたルフィたちはアイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り四方の島エニエスロビーを目指す。そこには CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し仲間の奪還を目指す。町じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちは同志だ。一方、先行してロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗、ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーローソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。ダメだ、この先の海にまたこんなに強いやつが現れるなら俺はもっと強くならなくちゃ仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考える。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。いや、うん、